こんにちは。テンバーアカデミーフ秀リヒです。今日は、なぜオーストラリアアマゾンが一押しなのか。世界のアマゾンと比べてどうなのか。まあ、他のネットショップだの e ーベイだのね、ヤフオクまでやると話がややこしくというか分か,りにくくな分かりにくくなるんで、まあ、今回は世界のアマゾンの比較という形でね、お話ししようと思います。でそもそも、 私がオーストラリアアマゾンを教えてるからオーストラリアアマゾンが一押しというわけではありませんいろんなアマゾンをね、えー、教えたり試したりしてオーストラリアがやっぱり一番いいねと一番将来性があるねで初心者が、えー、気楽に始められるのも今オーストラリアしかないねということでオーストラリアアマゾンを進めてますここね 多分、中には勘違いしている人もいるかもしれないんで、念をしておきます。もう昔から、ね、えー、同じ作業量なら、ね、えー、できるだけ楽に稼ぎたい、ね。あんまり大変なこと、ストレスのかかることはやりたくない。ねえー、そういう方針なんで、まあ、悪く言えば逃げてきた。ねえー、よく言えば、目ざとく、えー、いい市場を見つけてきてました。まあちなみに もともとはヤフオクで売ったりもしてました。でね、ヤフオクで売っていて、アマゾンのが全然売れるじゃんとなった時にね、アマゾンに買いました。日本のアマゾンですね。ただその頃ね、日本のアマゾンのがヤフオクより全然売れますと言ってたらね、厳しいところで売ってこそ、ね、本当の実力じゃないか、お前はプロじゃないみたいなね、お叱りを受けたこともあります。 まあもしね、厳しいとこを見つけて厳しい市場で売る力をつけるというのがね、プロの条件であれば、まあ私はプロじゃないと。ただ私の考えるプロの条件というのは、いや、むしろ、できるだけね、楽に儲かる方法を探して、そこで売るのが、それを見つける、そこで実践するのがプロじゃないかなと思いますけど、まあそれは認識の違いないで置いといてね、できるだけ同じ動力なら、あるいは労力をかけずに稼げるところを見つけてきました。 で、ヤフオクから日本アマゾンになり、日本アマゾンからね、えー、アメリカで売ってみたら、全然アメリカのがね、売れるし楽じゃんと。何しろね、商品とか商品状態に対するクレームっていうのがアメリカだと昔はつかなかった。間違えた商品を送ったのにね、えー、間違えたことに気づかずに、サンキューって良い評価もらったりね、1週間で届きますって言ってね、3週間で届いたのにね、えー グッドとか評価が遅れたり、今のアメリカアマゾンから考えたらね、信じらんないようなことが、始めたての頃アメリカアマゾンでもありました。ただ、そうこうしてるうちにね、まあアメリカアマゾンも、えー、だんだんとね、えー、購入者がどん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 増えていって、今やアメリカ人のね、インターネットを持ってるやつはほとんどアマゾンを使ってるという状態になると、まあ立ちの悪い購入者も出てくる。ね、立ちの悪い売り主も出てくる。 それを取り締まるアマゾンも厳しくなるということで、まあ、非常に、ねえー、繊細なというかね、投下資金はかかるわ、えー、やり方は高度化するわでね、ちょっと初心者向けっていう市場ではなくなっちゃいました。まあ、そんなところにオーストラリアアマゾン、何しろオーストラリアっていうのは住んでてね、つくづく思いましたけど、本当に ネットショップとか、ね、なくて不便、リアル店舗もね品切れ多くて不便、そこにアマゾンが参入したわけですから、これどう考えたってね、将来性は絶大だし、まあ、現時点でもね非常に取り組みやすいとで。取り組みやすいというのをねよく認識してない人がいる。それと、日本とかアメリカのアマゾンのねリスクをあまりよく、あまり 本当のリスクを分かってないと。ねこれ、1対1でね、こういうリスクがあるからやめろっていうと、まあ、嫌らしいというかね、なんか文句言ってるみたくなっちゃうんで、もう全体に比較ということで、でもこういうリスクがあるから気をつけようというのでね、他の日本やアメリカの問題点等についてもお話ししたいと思います。Amazon、たくさんあります。ねたくさんありすぎてこ字が細かくなっちゃうんですけど、この下に書いてありますけど、まず、 まあ実質的な比較としてはね、やはり日本に住んでるんで、日本アマゾン。ね、まあ日本アマゾン昔は良かったですけど、今ははっきり言ってね、えー、どうだろうという気がします。まず日本アマゾンの問題点、デリバリープロパイダー問題。ねえー、これね、えー、私はアマゾンの相当なヘビーユーザーなんで、たまに日本に帰った時もね、ほぼ毎日用にアマゾンで買い物してます。そうするとね、 昔より断然すごい使いにくくなってる。デリバリープロパイダー。日時指定したのにその日に来ないとかね。時間遅れてるとか。まあ、時間遅れるってのがね、1時間2時間ならいいんですけどね。午前中配達がね、なんで午後7時に来るんだみたいなね。まあ、で、その日に来ればましなんですけど、次の日に平然と来る。日本じゃなくてオーストラリアにね、 戻ってきたのかなっていうぐらいの感じですけどまあこれ日本人相手にしてね農機を守れないこの配送を使ってるっていうのはやばいですねいやヤマトがね抜けたのはアマゾン相当大きかった板でですねただ日本アマゾンねえヤマトに抜けられるのを止めなかったということはまあアマゾン本社の考えとしてはもう日本はあまり 重点的にやってもしょうがないと。クレーマーだらけじゃねえかと。ライバルもね、なんか、楽天だの、ヤフーだの、強いところはあって、ね、ジェフ・ペゾスと同じぐらい無茶する。まあ、同じぐらいっていうかね、同じほどは無茶しませんけど、まあ、結構無茶する経営者ですしね。まあ、なんか日本史上ね、大変な割には美味しくないなと、正直思ってると思います。そんなわけで、配送は遅くなった。 で偽物型発。これあの iPhone のイヤホンのレビューですけど、AirPods もひどかったですけども、明らかに偽物とかね、粗、えー、悪品、偽物でもさらに粗悪品、使えないものとかを、まあ、平然と、まあ、中国値の出品者とかね、中国から仕入れた日本の出品者が売っちゃってます。いつの間にやらすごい荒れた市場になってます。でそんなわけなんで、まあ、偽物をね、えー じゃないかと。ね。偽物の心配があると。そういう商品を扱うと、えー、証拠を出せというふうにね、アマゾンから通知来ます。で、この証拠を出せと言ったときに、証拠を出せないと。で、証拠がね、これね、アマゾンから買いましたとかね、ヨドバシカメラで買いましたとかね、マンダラゲで買いましたとか、あの、小売店から買ったんじゃ、の買った領収書とか、えーね、証拠になりませんのでね、えメーカーか、 メーカーから再販してもいいというね、ね、えー、許可をもらってる書類を出せと。それ、どっちも用意できないですよね。当然のことながら証拠を出せと言われる証拠は出せない。まあ、そうなると、まあ、売上金、ね、あの凍結とかでサスペンドって言ってますけど、実際問題今、ね、今、アマゾンね、その、えー、売上返さねえぞと、ね。売上はもう、返さないぞと言えば、永遠に没収じゃなくてね、永遠に凍結しますと。証拠出てくるまで凍結しますと。 で、証拠出せないんで永遠に凍結。だから売上金没収と一緒ですよね。えー、90日間帰ってこないとかそういう可愛いもんじゃないです。ほぼ没収。で、これもね、えー、まあ実際問題。売上がちっちゃいうちは何事もなくてね、売上が順調に増えてきたなと思って喜んだ矢先にその出来事が起こりますんで、まあそれそのリスクをね、考えると、ま日本アマゾン、ちょっと、 うん、どうだろうなという気がします。どうだろうなというよりね、あんまり注力すべきじゃないんじゃないかなというふうに思います。対策としては、商標登録してメーカーになり、Amazon ブランド登録をしないとアカウント削除されるのがオチなんで、まあ、商標登録をしてメーカーになると、ねで。ブランド登録をして取り組むと、まあ。100万近い何十万かかかりますんでね、それ全部やるとね。 ま正直、それ全部やってね、確実にそれ儲かるならいいんですけど、まあ、そこまでやっても、えー、売り上げ金没収とかのね、可能性がゼロがけ、ゼロになるわけじゃないし、この偽物が多くて荒れてる市場がね、えー、荒れない、まあ、すごいね、いい市場に戻るわけじゃないし、デリバリープロパイダー問題もね、これもうどうやら、えー、これは、えー、しょうがない、もうしょうがないでしょうね、日本で、えー、もう、 配送配達なんかやりたいって人少ないわけですから配送の問題が劇的に解決する、えー、要素はないです、まあ、そうなるとまあ、日本は初心者は気軽に始めて無難に稼げる市場ではないです、ねまあ、最悪な頑張って売り上げが増えてサスペンドとなる可能性がゼロじゃないんでまあねうん どうでしょう、ね、まあそ,そんなの覚悟の上で儲かるからガンガン行きますと言うならそれはそれで結構なんですけどまあ、えー、これらのマイナス点を考えると日本市場にはあまり魅力がないというか注力すべきじゃないなという気がしますそしてアメリカアマゾンの問題点、まあ、大体日本と似たような感じですけどまあアメリカならではの問題がね FBA 倉庫のキャパオーバー 納品から売り出しままでの時間が長くなってますこれもね48時間って言ってたのが、まあ、昔ね48時間って要は2日ですから2日って言ってるものが2週間になるぐらいはね海外じゃ当たり前なんて言ったんですけどまあそ,それよりもひどくなってる、ね、あと受け取りミスも多発してますでこれね まあ何ですかね日本にいたんだと信じらんないぐらい、このねアメリカの FBA で働くような人たちって質が悪いんですよ。だからこれも解決の見込みはあんまないですね。えー、もう受け取りミス、ね、多少のロスは出るというのを確保しないとアメリカの場合はいけないです。そして まあアメリカはね、日本のように偽物をほったらかしという形でもないし、メーカーとか代理店もね、えー、ガンガン弁護士とか使って、えー、取り締まりの会社とか使って取り締まりますんで、まあ、偽物やコピー,、えー、あるいはね、コピー,承認コピー商品、ね、ライセンス違反の取り締まりが厳しいと。これすんごい厳しいです。日本以上にすぐにあのメーカーであることの証明書類かメーカーからの再反許可書類を出せと連絡来ます、ねえー。なんとダイソー商品まで来たと。 ダイソー商品、偽物とかそういうのある,あるのかって感じですけど、まあ、現実問題、ダイソー商品でも、えー、そういうことがありました。まあ、当然のことながら、ね、日本以上に売上金没収の可能性は高い。日本だと、まだ日本語通じますし、日本人同士なんでね、まあ、そうは言っても粘り強く交渉すれば、ね、交渉を聞いてくれて、まあえー、サスペンドが解けたり、お金が返ってくることもあります。 アメリカも全然無理。ね、えー。もう相手にされないっていうケースが多いです。で対策としてはやはり日本と一緒ですね。もう、アメリカと日本のアマゾンをや,やる限りにおいては、もう普通の転売はね、やらない方がいいです。あの、小売店で買ってきて売るっていうのをやると、もう時間の問題でね、時間の問題っていうかね、売り上げが上がんなきゃ、えー、ほっとかれますけど、ある程度売り上げが上がったら、それすぐ来ますんでね。まあ、 ほぼ確実に、えー、アカウント止まっちゃいます。まあ、そうなるともうね、商標登録をしてメーカーになるしかないと。メーカーになった Amazon ブランド登録をしないと、アカウント削除されるんで、まあ、そうなりにくいようにメーカーになると。まあ当然、アメリカですからね、えー、日本以上に、その、商標登録とか、ね、その手配は英語ですしね、ハードルが高くなると。 お金も高くなる。そして、えー、そこまでやってもライバルが強いから儲かるかどうかわかんない、まあ。アメリカも初心者は気軽に始めて、無難に稼げる市場ではないです。でちなみに、そうそう、わざわざ書いてないですけどね、アメリカとかね、日本で今更無在庫で売りましょう、ツールを使って売りましょうとかね、売って儲けましょうなんていうのはね、ギャグにもならないですね。えー、そんなのできっこないと。えーもう あの初心者がツールがあるから大丈夫ですよとか言ってやってもね、全然売れないと、売れたら計算間違えた赤字ですと、あるいは奇跡的に売れてね、喜んでたらそのアカウント削除になっちゃったと、売り上げ戻ってきませんっていうのを起きますんで、全くえ手を出せない、そんなの教えててね、次から次アカウント削除されても、お互いに不幸になるだけなんで、そんなのを教えるわけにいかないという形です。 オーストラリアアマゾンのメリットは日本とアメリカの問題点がないこと。問題点がないことっていうかね、問題点がそのままオーストラリアのメリットになっているっていう感じです。まず配送品質。これはもうアマゾン以前の、アマゾンがない頃のオーストラリアのネットショップはね、何がいつ届くかわからないと。 配達が遅れるだけじゃないですよ。遅れて届いたもんが全然注文と違うもんが届いたとか、全然のレベルがね、ものすごい全然違う。極端に言うと、まあ、極端じゃないかな。靴買ったのに帽子が届いたぐらいの勢いで違うことがありますからね。10個買ったのにね、1個届いたとかね。そういうの平気でありますんで、まあ、オーストラリアで頼んだ商品が数日で届くのはメリットと。きちんと頼んだ商品が数日で届くと。 これも絶対的なアドバンテージなんで、はっきり言って、アマゾンはね、一回使えばおそらくリピーターになります。オーストラリア人の場合。えー、何しろ、オーストラリアはね、ヤフーショップに相当するもんも、楽天ショップに相当するもんも、もちろんヨドバシドットコもね、えー、ビッグカメラドットコかそ,そういうの全然何もないですから、頼んだものがきちんと数日で届くと、ねえー、いうのは、もうほぼ奇跡。オーストラリアにおいては奇跡。 でアマゾンはまあ、奇跡を起こしてますんで、まあ、要はね、あまり浸透してないんで、これを今後アマゾンがね、えー、どのぐらいのスピードで認知させていくかというのがね、えー、単純単純なもう一つの問題点問題点というかね、えー、これからアマゾンが認知を増やせば増やすほど売り上げが増えていくとで。日本のように配送品質に厳しくない。逆に、えー に日本並みに届いたらね、もう、もう、なんでそんなきちんと届けるのってね、えー、驚,か驚かれるぐらい、もともとのオーストラリアの配送品質はひどいです。だから、アマゾンはオーストラリアにおいて、圧倒的にいい配送品質を持ってますで。偽物やコピー商品、ライセンス違反の取り締まりが甘いと。ね、まだ、そんな出品少ないんでね、えー、偽物出品等の問題がないんで、取り締まりも緩いです。 そんなわけで、売上金没収の心配がないと。売上げ増やしても、その日本とかアメリカだとね、そのすぐメーカーか、メーカーから承認もらってる証拠を出せとか来ますけど、オーストラリアはまだ現時点で来るのはね、本物である証拠とか仕入れた証拠を出せというのが来ます。それ要はレシートで OK ですから、何の問題もないですね。で、アメリカでね、正直、 あんまりこれ、日本人の人気づいてないんですけど、アメリカってあの盗んだものを売ってるのも結構多いんでね、仕入れた証拠を出せってのは本物云々じゃなくてね、盗品じゃねえ証拠を出せって言ってる場合も多々あります。ただ、オーストラリアはね、えー、その豊かな国なんで、もうそのアメリカみたくね、パクった商品を売るとかってのは、まあレアケース、あんまりないっていう形です。そんなわけで。 まあ何の心配もなく今ね、初心者が初めてえ商品を手当たり次第に送ってえ売れるかどうか試すと。昔の日本とかアメリカ見たいことができるのは今、オーストラリアだけ。日本とかアメリカで昔と同じ感覚でやったらね、売り上げが立ったら、あるいは売り上げが増えてきたら、もうほぼ確実にアカウント止まると。これは当たり前の変化なんで、それに気づかずね、え、ー 気づかずっていうか気づいてるけど知らんぷりしてね募集して教えちゃってるところもどうだろうなっていう気がしますけど、まあ、日本とアメリカはかなり厳しい市場になってますで他悪くはないがねえー、アメリカの一部という認識ですね注力するほどではないとカナダ何しろ地図見りゃ分かりますけど、まあ、カナダアメリカにくっついてますからねあのもうもともとアメリカの氷がライバルなんであるいはね Amazon のアメリカから買っても商品届くんで、まあ、あえてカナダっていうのもね、えー、ないんじゃないかなと、ね。まあ、アメリカで売れてた商品、ね、ちょっと値落ちしちゃってきて、カナダに入れたらねアメリ、元のアメリカの値段で売れたとか、まあ、その程度のことはありますけど、わざわざカナダ用に張り切って商品見つけてやるよりは、まあ、アメリカの方がやっぱね、どうせやるなら、えー、市場がでかいんで、もともとできちゃってる人は、まあ、アメリカでいいんじゃないのかなと。 まあオーストラリアと比べてカナダはやっぱアメリカっていうでかい、えー、そして強いライバルがい,いる、えー、市場ですから、うん、まあ、初心者が注力するのやっぱりオーストラリアですねでヨーロッパねこれ散々でしたねあの初めにめんどくさくて金はかかるわ売ってみたら全然売れないわでねまあヨーロッパは日本人がイメージするほど豊かな国じゃないですまあ行ってみて思いましたけどねまあ イメージと違ってあのバカバカ買い物する人もいませんまあもう儲けにくい場所ですねで、特殊な国なんでアマゾン自体が苦戦しているのが、えー、中国とインドこれねもしアマゾンが普通に入り込めて、えー、日本人が出品できるんであればインドと中国ね当然世界一でかい 市場、何し人口が圧倒的に多いんでね、えー、一部の金持ちっていう一部がね日本,の日本の全部の金持ちを合わせても叶わないぐらいいっぱいいますんでね、まあ、美味しい美味しいっていうかね、えー、すごい成長力がある市場なんですけど、まあ、政,府と政府がね、えー、がっちり、えー、企業を選別して、えー、育ててますんで、まあ、外資が入ってうんぬんっていうのはちょっとさすがに中国とインドは厳しいです。 で未確認のはブラジルとメキシコとトルコ。メキシコはちょっとやろうかなと思って調べたんですけど、やっぱり現地の、えー、納税番号が必要だったりね、あるいは輸送の問題とか考えると、まあ、この3ヶ所はね、えー、まあ、相当覚悟して取り組まないとできないだろうなという感じなんでね、まあ、機会があったら調べてみようと思ってますけど、何しろ私、メキシコもブラジルもトルコも行ったことないんでね、まあ、 あまり期待はでできなないいかなという感じです、まあ、そんなわけで、ね、あの今、日本とアメリカやるときにはね、ね本当売る商品とか注意して、あるいはねあの売り上げなんかもね注意して、薄利多売でガンガン売りましょうとかやってるとね、ね売り上げ止まったら目も当てらんないんで、まあ、相当注意が必要、そして今から始めるっていうのは全くお勧めできないと。 まあすでに始めてて、もう買ってるんであれば、文句ないっていうか、問題ないですけど、まあ、その場合もね、あのー、新たに、ね、偽物疑惑あるような商品を扱わないようにする注意が必要です。まあ、そんな形で、オーストラリアアマゾン、なぜ一押しか、ね。なぜ一押しかっていうか、今、初心者がね、リスクなく取り組めるのは、実はもうオーストラリアしかないと。これ、えー、まあ普通に海外行かず、日本でだけ完結してるね、えー 輸質,質の講師とかね、教えてる人は気づいてないかもしれないんですけど、まあ、日本とアメリカっていうのは相当国自体の状態が悪いんでね、相当価値の悪い購入者も出品者もいます。そういう中に混じって、初心者がね、やるととばっちり受けるだけという形になるんでね。 迷ったらオーストラリアというのがね、今の私のスタンスで、だからこそオーストラリアアマゾンを教えてます。また、他の市場をすでにやってるとかね、何か気になる点とか、見かけた噂とかありましたらね、またチャットワーク等でご相談いただければと思います。以上、天ーアカデミー堀秀夫でした。